不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。女性社長の不動産大学禁止税のポイント編ということで、このチャンネルは完全独学で心資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、苦手だっていうですねコメントはよくあるのが税金の分野なんですけども、税金の中でもですねこの問題出題されたら確実に正解をしてほしいというのはですねいくつかあります。中でもですね今日やりたいこの印紙税、これは非常に重要でございます。何しろですね実務で印紙っていうのはですね特に売買の場合は非常に重要になってきますし、そんなに難しい問題は出ません。で今回はですねすごくいいご質問をいただきましたので、具体的なですね事例なんかも踏まえながら解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までですねご覧いただければと思います。この動画を見ていただければですね印紙税についてですねかなり理解が深まると思います。ということでですね、早速先に過去問からいきたいと思います。こちらです。国と D 社とが共同で土地の売買契約書、各記載金額5000万円を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D 社が保存するものには印紙税は課税されない。はい、どうでしょうか。はい、この問題非常に重要でございます。いきますよ、答えは。はい、これ丸でございます。さあ、ここでコメントいきますよ、こちらです。連続で質問してしまい、すいません。印紙税の分野が想像つきにくく苦手です。わからないところが3つありということですね。3つご質問いただいてるんですけど、3つとも非常に重要なので、全部ですね、1個ずつ回答していきたいと思います。では、いきますよ。1、国等が保存する文書には印紙税がかかり、国以外が保存する文書は作成者が国であるため、非課税とありますが、それぞれに契約書を作ってわざわざ交換する意味がわかりません。暗記すればいいことなのでしょうか？実際にどんな感じなのでしょうか？ということでございます。非常にいいご質問ありがとうございます。おそらくですね、これまともに勉強していると、こういう疑問絶対湧くと思うんです。まあもう本当丸分けすればいいって話なんですけども、これ理屈が勝った方がですね、理解が深まりやすいですし、忘れなくなりますんで、ここについて具体的に解説をしたいと思います。いきますよ。まずですね、国や地方公共団体が作成した文書というのは、非課税になります。で、これはいいと思うんですけども、ではですね、国等と民間の企業はですね、共同で作成した文書っていうのはどうなるんでしょうか。これがですね、非常にポイントなんです。ここが試験に出るんです。これはですね、国、地方公共団体等と民間等が取り交わす課税文書のうちですね、民間側が保存する契約書というのはですね、国等が作成したものとみなして非課税になります。対してですね、国等が保存する契約書というのは民間が作成したものとみなして課税され、この課税分のですね、印紙税を民間側が負担することになります。なんでこんなややこしいことになるのって思いますよね。これもう丸暗記するしかないっていうところではあるんですけれども、これに対してですね、今回のご質問いただいた方はですね、それぞれに契約書を作ってわざわざ交換する意味がわかりません。暗記すればいいことなんでしょうか？実際にどんな感じなんでしょうか？っていうですね、素晴らしいご質問をいただきました。なので今回はですね、実務上の一例としてですね、どういうふうにこれが行われているのかっていうのをですね、できる限り具体的に説明します。いきますよ。まずステップ1。国等のひな型で作成された契約書がですね、まず民間側にですね、2部渡されます。結局ですね、国等と契約するときにですね、書式はもう国で大体決まってることが多いんで、だって国が作るんですね、契約書のひな型を。で、契約書のひな型を国が作って、こう民間側に、はい、これサインしなさいっていうことで、2部作って2部渡します。これ民間側に渡してるんですね。まあこれあくまでですね、国と民間がですね、1対1で契約する場合を想定してます。で、次、ステップ2。ひな型を渡されたですね、民間企業側はですね、この契約書にですね、署名、押印をしまして、その一部ですね、どちらか一部に課税額に相当する収入印紙を貼って、で、2部ともですね、国に戻します。そしてステップ3。で、国等はですね、こう、契約書が戻ってきましたら、国等もですね、正式に決済を通して判子を押しまして、で、それに対してですね、収入印紙が貼られていない方の契約書を民間側に控えとして返却します。これで終了になります。こういう流れになります。実務上はこういうことをやっています。これはですね、国等が保存する契約書は民間側が作成したものとみなして課税され、この課税分の印紙税を民間側が負担するっていうのはですね、こういうことを実務でやっているということでございます。具体的にイメージできましたでしょうか？それではですね、続いての質問いきますよ。こちら2、代理人が作成した文書は代理人が納税義務者になると参考書にありましたが、売り主に効果帰属するので、売り主が支払い義務が課税されないのが謎ですということなんですけどもですね。これもですね、非常に重要な知識なんで、これちょっと過去問やりながら解説したいと思います。こちらです。土地売買の仲介を行った A 社は、売り主 B 社の代理人として土地代金1億円を受領したという旨を記載の上、買い主に交付した領収書に課税される印紙税の納税義務者は B 社である。はい、どうでしょうか？いきますよ、答えは。はい、これは×でございます。
これはですね、課税文書である領収書とかですね、契約書は、作成者が納税義務者になるんです。まずここはいいですか。作成した人がですね、納税義務者になるっていう前提があります。よってですね、この場合、A 社が領収書を作成した場合、A 社自身が納税義務者になります。ちなみにですね、ここさらに掘り下げますと、印紙税法のですね、基本通達っていうものにですね、こういう記載があるんですね。こちらです。委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理にあたり、代理人名義で作成する課税文書については、つまり今回の場合ですね、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、委任者っていうのはですね、結局、代理人を依頼した側、要するに本人とですね、の名前が書いてあったとしても、当該代理人を作成者とする、というふうにですね、基本通達に書いています。はい、当該代理人を作成者とする、要するに代理人イコール作成者ってことは、ここでですね、書かれております。ということは、代理人が作成者ということは、作成者イコール納税義務者、だから納税をしなければいけない代理人というような結論になるということでございます。これですね、謎ですということなんですけども、これですね、税法の方の知識も入ってきているので、納得するのは難しいかもしれませんけども、そういうことになっているということです。作成者が納税義務者です。で、作成者というのはですね、このケースだと代理人が作成者というふうに基本通達に書いてあるということでございます。まあ結局ですね、どうやったら確実に納税させられるかっていうところから考えていくとですね、代理人に納税義務があるというふうにした方が確実に納税させやすいということなんじゃないかなと思います。これ結局で納税義務者が本人ということになってくるとですね、万が一納税されてなかった時に代理人が知らん顔をする可能性あります。からでも代理人の方は結局プロっていう可能性が高いわけですから、そちらの方にですね、納税義務者なのに払ってないっていうふうに言えた方が、まあ、税務署側としても都合がいいんじゃないかなというようなことなんじゃないかなと思っております。私は勝手にですね、まあ、そんな感じのイメージでいいんじゃないかなと思います。そして最後3、媒介業者の保存する契約書も課税対象ですが、保存するだけならコピーを取っておくだけで良いのではないでしょうか。わざわざ印紙税を払う意味がわかりませんということでございます。はい、いいご質問ありがとうございます。もう3つともですね、素晴らしいご質問でございます。はい、これについてはですね、私の方からお答えいたします。これですね、保存するだけならコピーを取っておくだけで良いのではないでしょうかということなんですが、はっきり言いますよ。はい、その通りでございます。はい、これですね、売買契約書を売り主と買い主で1通ずつ計2通作成すれば余分に印紙税がかかるだけです。これはですね、ご認識の通りでございます。例えば2000万円の物件であれば1通につき1万円の印紙を貼らなければなりません。契約書を2つ作ったら2万円必要になるということです。非常にもったいないです。これ売買ではもし契約書を2通作るんであれば、それぞれの契約書に貼る印紙代をそれぞれが負担する、買い主が1万円負担する、売り主が1万円負担するっていうケースになるんですけども、これもったいないんです。特にですね、月に何十件も契約するですね、中小企業になってくると、印紙税だけでもですね、馬鹿にならないんです。では、実務ではどういうことが行われているかと言いますと、原本をですね、一通だけ作成して、で、そこに貼る印紙税ですね。例えば、さっきの2000万円の事例であれば、1万円の印紙を貼ればいいので、売り主と買い主で5000円ずつ折半するっていうようなですね、特約を売買契約書にもう盛り込んじゃうっていうケースが結構よくあります。例えばですね、個人から物件を買い取るような場合ですね、買い取り業者なんかの場合であれば、売り主個人が原本を保存して、買い主業者はコピーを保存するっていうケースがよくあります。で、業者側はですね、印紙税負担したくないから、もううちはコピーでいいよっていうふうにする場合もあります。これ結構多いと思います。ただそういうふうにするんですけども、売買契約書の特約で、ただその売り主の方で保管する原本に貼る印紙についても、負担に関しては折半でいいですよっていうような感じの特約をすると思います。するケースが多いです。なんで5000円ずつ印紙税代を負担して、原本にだけ印紙を貼って納税するというケースが多いです。結局ですね、個人の人って、売買契約書原本欲しいじゃないですか。結構な大きい買い物をするわけですから。だから、多少印紙税かかったとしても、売買契約書原本くれっていうケースが多いんで、基本的には売り主ですね、要するに売り主というか、個人の側の方が原本になるようにするっていうのがですね、一般的でございます。まあ、あとはですね、売り主と買い主が個人同士で、間にですね、売買業者が入っているっていう場合だと、大体原本を2つ作るっていうケースが多いです。結局、個人ってですね、印紙税を負担しても原本欲しいっていう人が多いんですよ。これ、後でなんか役所とかどっかに、申請したりとかですね、なんか控除を受けるときなんかに原本の提示が必要になったりするケースがあったりする可能性があるので、個人の方がですね、売り主買い主になる場合に関しては、原本をですね、印紙税がかかったとしても2つ作るっていうケースが多いと思います。ご理解いただけましたでしょうか？さあ、この流れでですね、今日の後半戦は、この印紙税に関するですね、重要な問題を連続で出題したいと思います。これ、税金の分野に関して、もし印紙税のですね、問題が出題された場合に関しては、必ず得点していただきたいので、ここに関してですね、徹底的にやっていきたいと思います。それではですね、本日2本目の動画はこちらのサムネイルをクリックしてください。